にちは。こんにちは。はい、ラグビーオンラインチャンネルです。ですね。元気に行きますよ。世界のラグビー用品ですよ。こう見えてこれね、ラグビー用品をご紹介するチャンネルです。よろしければチャンネル登録のお願いいたします。はい。もう今日ご紹介するのはこちらでございます。こちらですね。みんな大好きですよね、この子。はい、南アフリカの、スプリングボックスの、キャラクターですよね、はい、くんが菅平でね、あのデビューしたわけですよ、我が社にもね、はい、人形ちゃんでしたよね、はい、名前はですね、カッポーがなんだかカッポーって書いてあるけど分かんないんですよ、なんだかは。この子ですね、 BOKKIE です。いいですね、 BOKKIE くんです。なんて読むか分かりません。いいですね。この子が、ね、スプリングボックス入ってますよね。はい。ね。スプリングボックスの方、こうですね。くんです。いいですね。ここにですね、うもや。うもや。わかりません。本当にわかんないです。カッポーもわかんないけど、うもやもわからないが、もう派手派手ですよね。はい。もう、お子様用のバックパックなんですよ、実はこれ。うん。ね。はい。これ、もう、で、もうお子様って言っても、リアルお子様ですよ、皆さん。あのもう、中学生とかじゃない。はい。もう、っていうのも、正直なこと言うよ。正直なこと言うと、うん、もう、作りとかが、そう、なんていうの、もう、スポーツと、用品入れてぎゅうぎゅう詰めにして持てる、買えるクオリティではないよ。はい。まあ、私も子供いるからわかると思うけど、なんかちょっとタオルとか、水筒ぐらい入れてお出かけするときに、もう、ほぼ持たせない。はい。けど、自分のね、なんかおもちゃとかお人形ぐらい入れなさいよ、なんていうぐらいのレベルの、クオリティです、正直。ただ、もうこの、キラキラ加減。はい。いいですね。キラキラ加減といい、はい、この子供が好きそうなこの色合い、うん、真緑ね、はい、スプリングボック。そういうところ、そういう商品だと思ってますよね、皆さん。はい、だから、しばらく使ってるうちにちょっとここがね、どうこうなってきましたとか、チャックのほつれがって多分なると思う気がする、うん、俺は。だけど、そういうことではない。この商品。この商品の一番の売りは何だと思う？売り？なんこれは軽い、そうだな、そういうことか、違う、こっち行ったか、え、まあいいんだよ、そう、軽いよ、軽いんだよ、みんなそうやって俺に全部ぶん投げてくるんだ。いいですね、そういう商品だと思ってる。でこれ見てタグが可愛いんですよ、すごく、はい、非常にタグが可愛くて、この BOKKIE って書いてあるじゃないですか、この子の名前が書いてあるわけですよ、はい、何なんですかね、非常で、ちゃんとね、これ、うん、シリアルのも、はい、シリアルじゃねえや、DNA ステッカーとかも貼ってあって、はい、まあ、オフィシャルグッズなんですよ。オフィシャルグッズ。ただその、ね、日本語にするととか、英語にするととかっていうものっていろいろあるじゃないですか。そういうのをみんなが言い始めたら、世の中おかしくなるよ。だってそういうふうに呼ばれてるわけだから、この世の中、この国ではさ、この国では。いいじゃないですか、この子がキャラクターとして打ち出そうとしてるわけだから、みんなで応援しましょうって話です。いいですね、もう何も考えずにこれパッと見てですね、いいですね、かっこいい、うん、ちょっとプレゼントしたいっていうのは俺はいいと思います。このなスプリングボックス付きの子にはもう本当にたまらない商品だと思う、はい、で、まあサイズなんだけどそんなにマチもない正直、はい、なのでもう10リットルも入んないんじゃないかなっていうぐらい弱ですよね、うん、ただここにねこの網がついてるんで、はい、と思ったんだけど、これ日本のペットボトルも入んないぐらいの。ちっちゃい。かなり小さい。だからペットボトルとかも入んないもん、ここ、うん。もう本当にお子様以来分かると思うんですけど、何でもかんでも入れたがるわけですよ。なんかこう、ちょっと、何ここにうまい棒とかね。わかります、はい、ちょっとチュッパチャップスとか。そういう話ですよ。ゴミとかね。はい、ゴミ、ね。だいたいゴミとか入ってるんですよね。そういうところに使ってますよね、はい。ペットボトルが入りませんとか、うん、知りませんって話です。入らないって言ったでしょ、はい、俺はって。そういうことですよ。そういう商品だと思ってください、皆さん。はい。いいですね。このもう、インパクト、このキラキラと、うん、それが全て、もう、インパクトだけ。ということで、お子様用にいかがでしょうかっていう話の動画なんですよね、はい、今日は。はい。いいですね。はい、そうです。なので、僕はいつも通りですよ。ね、紹介。皆さんね、分かってないと思いますけど、私もこう見えてもですよ、もう
一応ねお父さんだったりする場面もあるわけじゃないです か、はい、だからそういう時にあるわけだからみんなもみんなあるでしょ、いろいろとご事情がね、はい、菅平とかでね、嬉しかった、今回菅平嬉しかったのがすげえちっちゃい女の子が、うん、ちっちゃいってか小2、3ぐらいかな、来てお母さんと一緒に来て、もじもじしてどうしたのって言ったら、写真撮ってもらっていいですかって言われたの、うん、いいよって言ったら お母さんがいつも見てるんですって言って、まあ、それはそれもすごく嬉しいけど、その次って女の子言った言葉がお兄ちゃんに自慢しようって、すごいお兄ちゃんと一緒に毎日見てるって、そんなにありがとうだから俺はこういうの紹介するよ、これからも頑張ってありがとうね、本当にこれからも声かけてねっていうのが言いたかったんです、最後にね、はい、もうまとまりないですけど今日ご紹介するのはこちらでございますね、お子様用のリュックです、サウスアフリカスプリングボックスのキャラクターをモチーフにした子供用のリュックのご紹介でした、はい、ですね、はい、インパクトかなり強いですね、よろしければですね東京店にも置いてありますんで見に来ていただければというふうに思っております、はい、よろしければ下の方のリンクを見てみてください、ではバイバイ。